千田和吉は RF ラジオ日本をおよび毎日放送の元アナウンサー。愛知県名古屋市の出身。明治学院大学卒業後の1992年にラジオ日本へアナウンサーとして入社した。ラジオ日本では正式入社前から競馬中継へ出演。以降も競馬やプロ野球の中継で10年近く実況を担当していた。その一方で、 競馬好きの大学教授との縁で知り合った同い年の看護師の女性と結婚。あとに3時を授かった。2001年3月31日付でラジオ日本を退職。翌4月1日付で MBS へ移籍した。移籍のきっかけは、前年度まで MBS でスポーツ実況を担当していた田丸和夫が、ボイスの放送開始を機に同番組のナレーション、取材へ専念したことによる。 センダは、MBS のスポーツアナウンサー公募に応じた結果、タマルの公認扱いで採用された。ちなみに、同時に、新卒で入社したアナウンサーに、小野東子、八木咲、現在も MBS に勤務する、山中誠がいる。毎日放送への移籍後も、ラジオ日本での経験を背景に、競馬、野球中継の実況を担当。 毎日放送を含む JNBN、JRN 系列局の優秀なアナウンサーを毎年表彰するアノンシスト賞では2011年度と2017年度にラジオスポーツ実況部門の優秀賞を受賞した。プロ野球中継ではテレビラジオとも主に関西ローカル向けの中継で実況やベンチリポートを担当。2008年4月12日、テレビ ザ・プロ野球猛古 V 学会へ、同一筋で横浜ベースターズ対阪神タイガー,アース戦の実況を担当。金本智明の通算2000安打と荒井高弘の通算1000安打達成の瞬間を実況した。ただし、土日曜日の午後には MBS およびラジオ関西で放送される競馬中継への出演を優先することが多かった。競馬中継では、 民放局のアナウンサーで数少ない10場前、バデーの実況を経験。アーモンドアイの引退レースになった2020年のジャパンカップなど、日本の競馬市場に残る重賞競争を数多く実況をしている。2009年度から3シーズンにわたって放送された MBS 旅組とっておきたビラジオでパーソナリティの一人である、馬野正幸が出演できない場合に、 スポーツアナウンサーつながりで大演。鉄道ファンである、馬の担当日のテーマ、鉄道でしょうを、馬どうでしょうに変えた上で、サラブレッドに対する思い入れの深さを披露していた。以降も、ナイターオフ期間には、スポーツ情報を中心に扱うラジオの生、放送番組でパーソナリティを定期的に担当。スポーツ実況と同様に、明るく軽妙な語り口で人気を博した。 アナウンサーになってからかなりの時間をスポーツに費やしてきたので会社員としての生活から少しだけ離れて自分を見つめ直す時間を作りたいとの意向から毎日放送の早期退職制度を通じて2021年3月31日付で同局を退職退職3日前の合合競馬サンデーで放送された中京競馬場からの生中継での実況を最後に 同局アナウンサーとしての番組出演を終えた。高松の宮記念競争の実況については、g o 競馬サンデーの同時ネット局に加えて、日本放送ショーアップナイタースペシャルへの内包扱いで関東地方でも放送された。なお、先田の退職日までテレビ放送事業とラジオ放送事業を経営していた、毎日放送は退職の翌日からラジオ放送事業を 株式会社 MBS ラジオ A 館。このような事情から、センダはテレビラジオ県営体制の毎日放送からの最後の退職者になった。退職後は前日した以降からアナウンサーとしての活動を一旦休止している。MBS テレビ MBS ラジオ RF ラジオ日本。ありがとうございます。